ささんこんんこにちは。病院薬剤師、玉さんです。踏みつく「ここが変だよ DI 業務」と言いながら今回は DI から少し遠ざかってしまうのですが「プレアボイド報告数が少ない施設は終わっている」という少し煽り系のタイトルでお話ししたいと思います。 突然ですが、質問です。皆さんは、プレアボイド報告、今年何件したでしょうか。プレアボイド報告制度とは、医師等と共同して行う薬物療法業務において、副作用の重篤化、未然回避、治療の有効性向上が得られた場合、 その事例を報告する制度ですプレアボイドの報告様式はご覧の3つに分類されています様式1は副作用の重篤化回避患者面談によって薬剤の副作用を発見し非疑薬の中止原料を提案したこの場合は副作用は 軽微な段階で回避でき重篤化の回避に寄与しているため様式1となります様式2は副作用の未然回避薬剤の投与量は通常量であったがこの患者は入院時の問診で腎障害のあることを知っていたので医師に減量するように依頼したこの場合は副作用は 未然に防がれたので、様式に2回答します。様式さんは、薬物治療効果の向上。患者面談により、眼性頭痛のコントロールが不十分であることが判明したので、オピオイドの増量を提案し、翌日より改善した。この場合は、頭痛緩和に寄与しているため、様式さんとなるわけです。 もしプレアブイド報告をノルマ化せず報告数がゼロということはこの3つができていないということを証明しているようなものです。私はここが変だと感じています。もう死後になってしまったかもしれませんが皆さんはファーマシューティカルケアと いう言葉を聞かれたことがあるでしょうか患者の QOL を改善するという成果が目的でありそのために責任を持って薬に関するケアを直接患者に提供することを指しますここでいう成果とは薬学的な問題の発見そしてその解決ということになります プレアボイドに、もしノルマがなければ、この成果がおろそかとなる危険性があるのです。問題の解決は、今後発展してくるであろう AI が得意な分野です。一方、問題の発見は AI には難しく、人間、すなわち薬剤師が得意としなければならない分野です。 にもかかわらず、問題の解決にばかり力を入れていたら、薬剤師はどうなってしまうでしょう。以上で今回のお話は終わりなのですが、ここからはもう少し深掘りして、プレアボイドを見つけるための秘訣をお話ししていこうと思います。 ププレアボイドに至る3つのプロセスこれは1発見2立案3記録ということができますそしてその記録により患者の利益が向上したと証明されればあえてプレアボイドの対象となるわけですでは発見するためには どのよううなことが必要でしょうか患者情報薬剤情報薬歴検査値患者の訴えそして他のスタッフとの情報交換などとにかく情報収集あるのみです次に立案するための秘訣です最も大切なのは 薬剤師としての視点、そして先人の業績、具体的にはプレイアポイト事例です。エビデンスの収集、医師とのコミュニケーション、患者のために尽くす姿勢も結構重要です。なぜなら、患者のためなら少々の苦労は厭わないというのがプロというものですから。 まずは模倣から始めましょう。最後に記録するための秘訣。SO として患者の不利益な状況 A として不利益の原因 B として立案した内容を記しますプラン実行後 SO としてその点末 A として利益向上に貢献できたかどうか B としてプログラム終了または新たな立案を記録するわけですこのように薬学的ケアの成果を明確に記録することがとても重要ですさあクラウド型 医薬品集を作りましょう。クラウド型医薬品集は。薬品名検索だけで。あらゆる情報に。迅速アクセスが可能です。ディアリテラシーの。要素をお示ししました。クラウド型を導入しますと。情報収集に要する。 時間が短縮することでそれ以降のスキル今回の場合は問題を発見するスキルの向上が期待できるのです今回も最後まで視聴していただきありがとうございましたチャンネル登録をお願いします